恐怖は生き延びようとする意志にどう影響するか、痛みや苦しみや喪失で生存への意志は弱まるのか、試してみよう。うっせろクソ。そうよ私の小鳥たち、ここは鳥かごの中よ。思ってたより時間がかかったな。すぐ見つけられるようにしてたのに。さらなる危険への道を開く鍵だ。それが鍵の一つだ。押し寄せる希望に飲み込まれるんじゃないぞ。見てみな。一番面白い筋書きは後に取ってある。偽りの希望を与えるために置いただけだ。こっちに来て。嘘みたいな気分だ。最悪だ。準備完了。偽物じゃないのよ。回復したぜ。これで父は援護になるわね。ひどいもんだな。オーバーヒートしてたわ。回ってきて、つい。
ここまで来なかったら何の役にもならないところだった。思った通りだわ。希望を壊すのも実験の一つだ。見るといいわ。かすりもしない。ハッキング中。考察は終わりよ。死体の山ができてるはずだったのに。悪いのね。ちょっと邪魔するわ。心拍数と血圧は上昇だが、アドレナリンの急増はまだ見られない。我々は特別なものを育ててきた。楽しみ。マジかよ。こっちだよ。ここよ。
気分最高だ。フライヤー侵害よ。逃げられるなんて考えないことだ。早く治療しないと。渡す気は花からなかった。これも実験だ。普段つるむタイプじゃないけど、お前らは嫌いじゃない。ウイルスのせいか、それで生き残ったのか、答えを知りたい。